ゴーゴーで待ったらいかん、もう大変なことになるそうですね。皆さんこんにちは。こんにちは、ワールドラバーマーケットのシャです。ワールドラバーマーケットのガレです。本日は、はい、ボールの待ち方基礎編、このボールの待ち方なんですけれども、うんうん、理解すると水谷選手がなんで張本選手を苦手としているのかっていうことであったり、ちょっとレディースの試合見たことある人ならわかるかなと思うんですけど、なんでレディースの人が真ん中に立ってるのかっていうのが分かってくると思います。で、今回なんですけれども基礎編、まあ、その1ということで、ボールをどのように待てばいいのかっていう話をしていくんですが、今回はフォア側、はい、バック側どっちで待つのが正解かっていうところをちょっとやっていきたいなと思います。はい、どっちだと思います？どっち？ちなみに、はい、右利き同士の対戦、左利き同士の対戦を想定してバック。正解。さて、その理由は、理由、明確な理由があります。バックからスタートすることが多い。半分正解。半分、半分ぐらい正解。もう一つ、バックで待たなきゃいけない理由、はい、単純にバックにいっぱい集まってくるからじゃなくそれじゃなく、それだけじゃなく、それだけじゃなく、フォアで待って急にバック来た時、わーってなる。じゃあバックで待ってフォアで来た時、まあ、わーってなるけどなんかちょっとポンって入れれるような気がする。お、ちょっと近づいてる。はい、あ、そうっすか。ちょっと近づいてる。そう、バックの打球ポイント、フォアの打球ポイントの広さについて考えてもらうとちょっと分かってくるんですけど、これペンもシェイクも一緒です。バックっておへその前で取りなさいとか言われることが多いと思うんですけど、うん、やっぱり体の前で取らないとなかなかうまくいかない、うんうん、こういう状態ではなかなかうまくいかないというか、何もできなくなってくると、うん、でフォアも確かに、ね、体の斜め前で取りなさいっていうことは言われるとは思うんですけど、うん、ボールを落としてやる技術とかもあるじゃないですか。ドライブとかループとか、要するに打球の範囲がかなり広いので、はい、遅れたとしても取ったり、なんならこう打つことができると。バック側で待ってフォアを、まあ、落としてもいいよという状態を作っておくのが大事。なるほど、なるほど。フォアで待ってバックを落とすっていうのはできないから広い方では後にしとくっていう感じね。はい、で、じゃあそれを実際に、まあ、やってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあバック側で待ちましょうよと言ったんですけれども、はい、まず5号で待ってみましょうか。そうですね、レディースモードがね、レディースモード OK です。はい、まあ、こう真ん中で待って両方を、そうです、5号で待ってください。フォアかバックね、どっちか。はい、はい、なんか打ち上げちゃうわボールを、まあ、フォアはなんかできるかもしれないけど、うん、バックが超ザルになるっていうじゃあ次、ここは、はい、個人のフットワーク力とかによるんで、はい、待ち方はバック側重点でいいんですけど、6-4なのか7-3なのか8-2なのかっていうのはその人の個人によります。ちなみに6-4と8-2はどういう風に振り分けたらいいんですか？動けなかったら6-4。なるほど、じゃあ自分は6-4でいいですか？まあ 5.5 の 4.5 でもいいけど、なるほど、まあ、5.1 の 4.9 でもいいです。はい、とにかくややそっちも待ちっていうのを作って、はい、オッケー。じゃあフォアかバック。そう、でもまあまとまるよねまとまる、卓球としての形はだいぶまとまると、うん、ここが、まあ、水谷選手が張本選手を苦手とする要因になってるんですけど、はい、ちょっと今左のこう想定した球出ししたんで、うん、今度ちょっと右左でいきますね。張本選手ってバック得意じゃないですか。はい、うん、これがあるから水谷選手はちょっと苦しむ。こうこう、はい、これだけが要因じゃないですけど、ここは結構大きな要因を秘めてると思います。要するに水谷選手って結構フォア強いんで、うん、フォア強いしバックも硬いんで、フォアでなんとかこう行こうっていうのだったり、バックで相手を振り回そうっていうのが強いんで、結構バック待ちの要因が強い、うんうん、それこそフットワークめっちゃあるんで、 8-2 ではないけど 7-3 ぐらいで待ってると思うんですよね。ただ張本選手とやるとそっちをケアしないといけないんで、だいぶ意識がそっちに寄っちゃって、なるほど、そうするとバックがさっきみたいにわっうわっってなっちゃうと。ちょっとやろうか。はい、この右対左になった時の右の人がバックが上手い時、
はい、かなり絶望を感じると思います。うそ。あれ取るためにだからケアをもうちょっと変えなきゃいけない。ちょっと変えてみ、自分なりにあれが取れるように。わかりました。いや、なるほど。でも、もっとこっちに来るかもね。来るように意識してた。うん、そのさっきよりもはるかに。そうすると、全体のプレーバランスが結構崩れてくる。水谷選手がやりたい感じの、うん、こういう風な感じでやりたいのになのプレーバランスがすごく崩れてくるから、負けることが多くなってくるのかなと。本来の自分の形じゃなくなっちゃう。そこが崩されちゃう、結構。うん、なので、例えば右対左の場合、右がバックハンド上手い場合は、はい、左は結構多分すごい嫌だと思います。お、要するにここがかここで回しに来ちゃう、左を回しに来る人っていうのは左は結構嫌かなと思いますし、うん、例えば私みたいなフォア主戦型の人だったら分かると思うんですけど、左結構苦手です。なんでかというと、右右左左の場合はバック結構、ね、バック待ちしましょうって言ったんですけど、右左になると自然とやっぱり、ね、ボールがこっちに来ちゃうから、あ、だから7-3とか8-2で待ってたのが結構変えなきゃいけない、うん、6-4とか 5.5、4.5 ぐらいの割合で待たなきゃいけないから、ここを取ろうとしてやっぱこっちにボールなかなか来たりするんで、そこでやっぱうまくいかないことが多いかなと、うんうんうん、でですね、はい、フォア側のボールを落とせれば落とせるほどバック側っていうのは実は強くなると。それが今やっぱり現役の頃よりできなくなってくるんで、バック側もへちょいしフォア側もヘチョイっていうことが起きてると。なるほど、はい、サーブ出すんでつっついて打つんでポンって回して、今結構高い打点で取れたから、ああいうボールだったらいいんだけど、はい、もうちょっと落とさなきゃいけない。ああ無理だ、こういう球ね。なるほど。もちろんこれが邪魔で打てないっていうのもあるかもしれないけど、球を落とせないくなってるから、ここが回り込めないの、怖くて確保できないんで。要するにここどんなボール来ても落としてフンって持っていけるっていう自信があったらこっちしっかり回れるんだけど、うんうん、ここ落とせないからで回っちゃうと開いちゃうわけなんで、はいはい、落とさないとダメ、落とさないとダメなんだけど落とせないから回れないっていう、この一つの原因、一つの、まあ、うまくいかない要因があると結構全部がうまくいかなくなってくる。なるほど。あのフォア主戦の人は回り込みドライブして次のボールを打つってことがなくなってくるから、基本的には一発構成するしかなくなるっていう状態になっております。まあ、さっきも言ったようにボールを落とせなくなってるんで、ツッツキが来た時も怖くて、あ、ボールここまでくらいしか落とせないなっていう状況だからこっちついちゃうんだよね。うんうん、そうすると相手に攻め手を渡して、まあ、ちょっと強い人になると結構やられちゃうっていうことが起きてくると。ボールの待ち方基礎編その1、レディースがなんで真ん中に構えてるのか、水谷選手が張本選手に苦戦する理由、まあ苦手としているであろう理由っていうのが結構分かったんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、なんとなくそのバックで待たなあかんなとかは、はい、なんとなく理解してる人もいると思うんですけど、うまくできてる人とかはなんとなく、そうね、そう、なんとなくうまくやってる人はバックで待った方がいい、バックで待ってフォアは根性みたいな、うん、なんかでもそこの理由が結構明確になったのがすごい、はい、そのままじゃあ自信持ってやり続けようっていうところになったと思うんで、そこはすごいいいかな、はい、ボールをね、はい、とにかく5-5で待ったらいかん、もう大変なことになる。そうですね。とにかくどんな状況にしろバックが少し重点のフォア弱め待ちっていうのは基本的にやった方がいいです。もうそれはこのラリー戦でもそうですし、例えばボールバーンって浮かしちゃった、あー5-5待ち、どっちも取れないから、バックじゃないかなフォアっていう待ち方ね。なるほど、はい、っていう待ち方をするとプレーが結構変わってくるかな。でもなんかそのフォアを鍛えないとバックも結局伸びない、そういうことです。そこが深いなっていう、はい、そうなんですよ。だからブロックを鍛えててもこっちが取れないって思うと結局ここもここもザルになってくる、ザルになっちゃうってことが分かったので、ここがやっぱり私がすごく劣化してる原因と、お主がなかなかバックブロックだけやったらうまくちょっとできるのに前面でこっち疲れた時にザルになってきて、こっちももっとザルになるっていう
状態というのが起きてくるということが分かるかなと思います、はい、というわけでバックがなんか止まらないな、フォアしっかり回れないなっていう人は、実はフォアのボールを落とせないっていうことが要因になっているかもしれないということですね、はい、はい、まあ、もちろんね、回り込めない人っていうのもいると思うんですけど、今回の、はい、まあ、ボールの待ち方基礎編その1、はい、ね、あのバックで待つかフォアで待つかしか話してないんで、うんうん、例えば右対左だととか、うん、回転をどうやって待ったらいいのかっていうのはまたね、ちょっと別の話になってくるんですけど、はいはい、とにかくここは右でも右利きでも左利きでも、右対左でもっていう場合でも、ベンでもシェイクでも、ベンでもシェイクでも、とりあえずバックを少しでも重点的に待たないと、うん、プレーバランスがめちゃくちゃ崩れて全然うまくいかないよということが起きてる、はい、起きちゃうよっていうところを、紹介して、まあ、これがおなるほどっていうところにつながればいいかなと思います、うん、今回はご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。優秀な指導者や卓球上級者の視点感覚を分かりやすく伝え、教え上手な人を増やす活動に取り組んでいます。5000円よろしくお願いします。